こんにちは、もってんです。はい、今回はですね、じゃじゃーん、プッシュポップを手作りしてみたいと思います。パンプパンプパンプ。はい、結構前からね、プッシュポップを手作りしたいなって思ってたんだけど、なかなかいい作り方が思いつかなかったんだよね。で、100均に行ったら、あれ、これ使ったらプッシュポップ作れるんじゃないのっていうものを見つけちゃいました。それがこちら、じゃん、シリコンカップとシリコンラップ。これさ、素材も触り心地もめちゃめちゃプッシュポップに似てない？ポニョポニョだし伸びるし。ということで、今回はせっかくなんで、今大人気の地球グミ風プッシュポップ作ってみようと思います。さあ、果たしてうまくいくのか、早速やってみましょう。はい、今回使う材料がこちらです。シリコンカップとシリコンラップ、そしてシリコンがひっつく接着剤、布絵の具です。よし、じゃあね、早速作っていきましょう。まずはこのシリコンカップをシリコンラップのどういう風に配置するかイメージしていきます。すごい、なんかシリコンカップとシリコンラップってほぼ一緒だね。シリコンカラップ、シリコンカップラップ。あ、でこれ本当はね、お弁当とかに使うみたい。おかず入れて食べたら洗って何回も使えるってやつだね。いいね、便利。そしてシリコンラップ、じゃじゃーん、おー、ビューン。はい、本体こんな感じです。すごいテロテロのゴムみたいな感じ。うん、伸びもいいし、ちょっとひっつく。ほら、おー、面白い。で、これわかるかな？つぶつぶがデコボコしてる面と、もうね、つぶつぶはなくてつるっとしてる面があるんだけど、今回はつるつるの方に配置していきます。よし、じゃあどうしよう。3つだからね。こう、こう、こう。あー、なんかいいね。黄金バランスな感じする。うん、これにしよう。はい、こんな感じでイメージできたら、これをずらさないようにひっくり返して、よっと。OK。ずれたね。完全にずれてる。わわわ、大体でいいか。はい、こんな感じ。で、このカップの丸よりちょっと小さいぐらいに、黒いペンで印をつけて、ハサミで切って穴を開けていきます。丸？丸？ここが空洞になるってことだね。空洞丸。よし。空洞丸。空洞丸。工藤丸。俺の名前は、工藤丸。高校生探偵。探偵さ。ほい、こんな感じ。見えるかな？ちょっと薄いんだけどね。マジックで丸が書いてあります。よし、じゃあ切っていきまーす。ふん、プシッ。そーっと、そーっと、ぷにぷにぷに。そーっと、そーっと、ぷにぷにぷに。ほい、こんな感じで穴が開きました。そうしたら、このつるっとした面に接着剤を使ってシリコンカップを貼っていきます。で、今回私が使うシリコンカップが、なんかこのてっぺんが丸々になっちゃってるんだよね。だからこういうシリコンカップの場合は、ここをハサミで切ってまっすぐにしてください。この一手間がね、I love you だから。すごい、なんかカラーピノみたいになった。で、これを接着剤で貼っていく。まずはこの角っこにプライマーを塗ります。なんかね、これセットで入ってたんだけど、接着剤の前に塗るとよくひっつくんだって。すごいよね、そんなのあるんだ。で、ここに接着剤をつけて、これを貼っていく。よし、いいかな。あ、ずれてる、穴がずれてる。よし、いいかな。で、残りも同じようにひっつけていく。はい、じゃあね、これは一旦このまま乾かしておきます。それでは、数時間後。はい、ということで、次の日になりました。もうね、さすがに乾いてるでしょ。ちょっと待って、なんかこれ机にひっついちゃってない？大丈夫か？そーっとそーっとそーっと、あ、ちょっと、お、いいんじゃない？ちょっと待って、なんか貫通してるんだけど。まあ一回これ取っちゃうか。じゃじゃーん。見てみんな、パカパカ。うわ、今の衝撃で取れちゃったんだね。なるほど、じゃあちょっともう一回だ。もう一回、しばしお待ちを。はい、ということで、なんとかひっつきました。いやー、よかったよかった。焦った焦った。そしたら、このシリコンラップを好きな形に切っていきます。どうしよう、今回さ、地球グミ風だからまん丸でもいいんだけど、せっかくだからこの取っ手、ここもね、作りたいなと思うんだよね。だから丸切ってちょんみたいな感じ。うん、ここのね、持ち手ちょんみたいのも作ろうかな。よし、じゃあこの辺からゴー、カーブを描いて、まるで地球グミかのように。こん
して、ここで持ち手ぞ。はい、こんな感じで切れました。いいね、とってもあるし、めちゃめちゃそっくり。そしたら、これを布絵の具で好きな色に塗っていきます。今回は、この地球組風だから、濃いめの水色で丸く塗っていくって感じかな。で、このプラスチックの部分の透明感も残したいから、端っこの方は塗らずに真ん中だけだね。オッケー。で、ちょっとさっきのゴミを再利用して、この上で色を作っていく。おー。ちょっとだけ青を足す感じかな。ほんのちょっといいと思う。ほんのちょっとだけ。ぴょん。どう？濃いかな？じゃあちょっと混ぜてみまーす。ゴー！じゃじゃーん。わー、どうだ？ちょっと濃いかな？あ、でも大丈夫な気がする。意外と大丈夫、意外と大丈夫。いけてるね。うん、ベストじゃない？で、これを塗っていく。おー、いいね。で、ちょっとだけね、素材的に弾きやすい素材だから、結構たっぷりめに塗った方がいいかも。って言いながら、そんなに弾かなかった。大丈夫そうだね。で、多分ね、水彩絵の具とかアクリル絵の具でも塗れるんだけど、こういう柔らかいものを塗るときは布絵の具がおすすめかも。布絵の具は塗っても硬くなりにくいっていう絵の具だから、バキバキになったりね、破れたりしにくいんだよね。だからおすすめ。うえー、足りなかった。はい、ということで色が塗れて乾きました。すごい、めちゃめちゃいい感じ、そっくりだね。あ、ちなみにね、これ裏側も塗ってあります。よし。そしたら最後、布絵の具を使って地球グミの模様を描いていきます。じゃあやっぱりまずはトローリのロゴの部分からかな。トローリロゴ。まずは白い布絵の具で、トローリ。いやでもなんかトローリっていいよね。ソースがトローっとしてて美味しそう。これがさ、もしトローリじゃなくて、ヌチョーリとかだったらちょっとまずそうだもんね。ヌチョーリだったらこんなに流行ってない気がする。ヌチョーリのグミ。ヌチョーリのグミ入荷しましたみたいな。うん、あんまり売れなそう。よし、オッケー。で、この白を乾かしてる間に大陸部分だね。まあでも大陸はなんとなくでいいかな。正確な模様にするにはちょっと難しいと思うからね。よし、うん、オッケーかな。多分このボコボコもあるから本当に雰囲気だね。雰囲気で大陸ありますよみたいな。じゃじゃじゃーん、ここに大陸あります。そんな雰囲気が伝われば OK。 そして絵の具が乾いたら、さらに色を重ねていく。おお。じゃじゃん、塗り終わりました。ということで、手作り地球グミプッシュポップの完成。いや、これなかなかうまくできたじゃないの？ほら、もう見た目は完璧。どっからどう見ても地球グミ。で、問題なのはちゃんとプッシュポップするかだね。じゃあここ、プッシュしてみまーす。せーの。ポン。すごい！地球がへこんだ。いや、でもすごいすごい。本当にね、プッシュポップみたい。下から押すと、ポップ。おー！もう完璧プッシュポップ。すごいね、おっきいから押し応えがあって、それがまた楽しい。すごっ！やっぱり布絵の具で塗ったから、ほら、こんなにね、曲げても全然割れたりしない。丈夫丈夫。うお、いいね、これめっちゃよくできた。裏からも、ポップ！ポップ！おー！あ、これ地面に置いて押すのも楽しいかも。完璧には裏返んだけど、このポコポコ感。うん、いいね。で、実はテストでこんなのも作ってたんだけど、これはね、お弁当カップがギザギザバージョンじゃね。だね。これもこれでね、ちょっと違った感触で面白いんだよね。ほら。うん、いいね。めっちゃ気持ちいい。あ、しかもちょっとね、音が違う。これは使うシリコンカップによって違う音が出るかも。わ、それぞれいい。触り応えがあって、軽快。お。はい、ということで、手作りプッシュポップ、大成功でした！イエーイ！はい、ということでいかがでしたでしょうか？やっぱりね、素材がシリコンで同じだから、感触もすごい似た感じにできて大満足でした。しかもさ、地球グミのプッシュポップなんて売ってないから、もう自分だけのオリジナル感。いいね。材料もそんなに多くないので、気になった方はぜひ作ってみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ポチ、グッドボタンポチ、よろしくお願いします。それでは、じゃあねー。